お互いだ。いないと思ったわ。ひろさん。はい。よろしくお願いします。本日も。あ、よろしくお願いします。5月6日の土曜日からですね。はい。新しいフェスが、やるんですけども。びっくりしてんの？はい。ハワイがびっくりしてないんだけど。あんまびっくりしてないだろ。てか知ってるだろ。知ってるけど、こういう時はびっくりした方がいいのかなって思ったからやったんですよ。ああ、知ってるならじゃあ今回のお題をじゃあ言ってもらっていいかな？愛と勇気と知恵、はい、おー正解。でも本当？うん、お題っていうから、はい、何時何を求めるって一応お題なの。はい、うん、その後の答えを君は今言ってた。あまあでも正解なのでね、ひでさん。あれどうしたの？もう一回撮り直しかなと思って。ああ撮り直ししたかったらこれで。はい。いや無理だよ、もう。よいしょ。でも見つかるところからやろうと思ったんですけど。いやもう見つかってるんだよ、あなたは。あとうなちゃん、僕うなちゃん、僕ね、うん、ボケたんですけど、うん、うなちゃんが珍しく突っ込んでこないから、うん、言うんですけど、うん、愛と勇気と知恵じゃないですよ。ごめん、うにゃもう遅いですって。いや、取り直すか。取り直そう。いや、取り直すんでしたら僕がそっちですから。あ、そっか。あっち行ってください、早く。はいはい、じゃあ撮り直しね、テイク2ひろさん。ひろさん、見つけた？もう見つかっちゃった。こんにちは、ひろさん。こんにちは、うなちゃん。5月6日と、フェスのね、新しいのが来るんだけどさ。再現度高い。お題わかるか？覚えてるか？わかりますよ。何言ってみ？愛と、うん、勇気と、うん、知恵です。アンパンマンじゃねえか。そうです、それが美味しかったです。ひろさん、はい、顔もアンパンマンじゃねえか。は？